来るか、オコーラブリッジ、いや行かせない、行かせない、よしあしトラスキック、再び担いだトラスキック、激烈一戦、ここで決めてみせた。さあビシャモンチャンス、ビシャモンチャンス、改めてここでショート、これで後藤サラダを打ち取った。次はタッグリーグチャンピオンになってここに帰ってきます。それでは名古屋の皆さん、その時にまた会おう。ショートニュージャパンワールドナウということで、本日は元井美樹さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。いやー、1大会終わりましたけども、結果はこちらになっております。ドン、いや、どんどん点差が開きつつありますね。そうですね、ワールドタッグリーグの方はですね、1位が OG オープン6点3勝0敗でございます、負け知らずでございますね。で2位は4点で5チーム追っているというこの状況なんですけども、今日も OG オープンは鈴木選手、ランスアーチャー選手組、どちらも2連勝しているチームで戦ったんですけども、 OG オープンが鈴木選手に対するこのカイル・フレッチャー選手の意地の強さというんですか、いや、あれだけ掴み込まれていて、掴みかけられていて、そこからなんでしょうね、こう、いや、回復が早いのか、すごくスタミナのこうあるところも見せましたし、タフでしたね、でしたね。とにかくこう OG オープンの実力というのを、日本中がこう、ね、どんどん知り渡る、そんな大会になってますね。いや、本当そうですね、あの試合運びもそうですし、コメントもそうなんですけど、カイル・フレッチャー選手がもうどんどん行って、そしてマーク・デイビス選手がサポートするみたいな、なんかそういうのがもう完成されてるなっていう印象を受けましたね。そしてスーパージュニアタッグの方はこちらとなっております。1位はですね、こちら無傷でございます。スーパージュニアの方は4連戦終わってますんで、エースオースティン選手、クリス・ベイ選手が8点4勝0敗の単独1位でございます。今日はですね、田口選手、クラックナーズ選手とのワイルドヒップスと戦ったんですけども、あの試合どうでした？ビール作戦が良かったのか悪かったのか、どうですね、まだあれが良かったのかとかちょっと判断しにくいところありますよね。そうですよね。ただインパクト組は、はい、ね、こう最年、平均年齢は最年少チームでありながら、まあ、この未来を感じますし、こう、未来型の進化したプロレスというのをどんどん見せてくれるなというふうに感じますね。確かにそうですね。あ、クラーク・コナー選手はもともとああいう人なんですか？ああいう感じなんです。あんなに真面目で練習一本で、もう本当コスチュームも色褪せるくらい練習熱心で、ね、洗ってね、色が褪せるぐらいね、でしたけども、はいはい、なんかこう田口選手のタッグで何かが花開きつつありますね。あれは花開くんですね。あれは花開きつつある状態なんですね。いい状態になるんじゃないですか、ね、なんか斜め上に行ってる感とかね、なんかありましたけれども、いやー、ほんとそんな中でジュニアも TJP 選手、アキラ選手は今日しっかり巻き返してきましたね。タイガー選手、ロビー選手相手でした。アンチオンチームはやはり狙われる立場ではありますけれども、うん、強いですし、 TJP 選手は何ですか、この懐の深さ、もうアキラ選手をサポートして、そっとサポートしたり、そっと何か指示を送ったり、指示を送ってましたね、ところどころでね。で、ああいう包容力プラス時にはカメラ目線で、こうなんかセクシーなことをしたりとかっていうので、 TJP メロメロ女子っていうのがもう急増していると。あ、わかります、よくタイムライン見かけますね、はい、見かけます。そのうちの一人、私はブッシュ選手とキタン選手覆面の方がね、あのマスクしてます、あのコロンビアのメジャドールのサンデニグラ選手っていう方からインスパイアされたキタン選手のマスクを、さらにブッシュ選手がインスパイアされて、いや、知らないです、すごいでしょ、マスクのインスパイアのインスパイア、わかんないですけど、すごいんですね、すごいすごいってことですね。マスクでこうすごく絆を感じるなと思います。ということでですね、本当見どころがたくさんそれぞれある中で、はい、また明日あります、そうなんですよ、ね、試合が、はい、長野大会18時半開始で、明日はジュニアタッグリーグの日でございます。明日はだってもインパクトリスリング組に、はい、リオラッシュ選手、ヨウ選手、はい、メイベント、
ビオラス選手、ヨウ選手が今非常にこう押せ押せで来ている中で全勝チームと戦うというこれがメインイベントですんで、ちょっとこれ楽しみですね。化学反応すごいことになるんじゃないかなっていう、めちゃくちゃ楽しみです。ケイオスとしてこの2人がどういった化学反応を見せるのか。ヨウ選手がなんか今まで一番楽しそうなんですけどね。すごく表情に出てますよね。声もよく出てますし、笑顔も見せてますし、ですから本当そういう中でですね、あの連敗してるチームもありますし、連勝してるチームはどこまで行くのかっていうところが要注目でございます。ということで皆さん、これからもスーパージュニアタッグリーグどんどん続いていきますんで、まだ半分いってないですからね。そうですよ、ここから折り返すとこですから、はい、そうですね、まだまだです。ぜひ皆さん毎日毎大会ぜひチェックお願いいたします。それではタッグリーグについてこい。